ただいまご紹介に預かりました増山でございます。本日は敬老の日というにもかかわらず皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。ただいまご紹介いただきましたこのトリウムという元素90番なんですけれども、私はたまたま東京理科大学に席を置きまして、受験の時に大学受験の時に物理とか科学とか予備校でもしこたま仕込まれたので、それでもトリウムには触れる機会まずなかったですね。それで1ヶ月ほど前に東京理科大学は学校の先生が多いもんですから OB 会がしっかりしてまして、東京都の私も支部員になってるもんですから、OB 会がありまして、そこで今回のこの日程が決まってたもんですから、トリウム原発について私が講演をするんですよとお話をしたら、知らないんですね、みんな。物理学校の、しかも世の中に出てですね、物理や数学や科学の先生をやってた人たちがですね、トリウムについてほとんど知識がない、驚きましたね。ですから物理学校でそうですから、普通の人たちはですねほとんど触れることがなかったんではないかな。そういう私もですね、3年前に私と同じ学校で審査役の連中と一緒に戦う民族派の活動をやっていた友達が物理科の人間でですね、九州に帰ったんですね。で、福岡で物理の先生をずっとやっておりまして、何十年も。で、彼ががんになってですね、3年ぐらい前に同窓会っていうか東京出てきたもんですから、みんなで上野で会って、奥様がですね、つきっきりで車椅子で出てきました。今回の薬がちょっと効いたんで 2,3 年命が延びるかもしれないなんて話をしながら、その時に彼から私がですね、20代の時に40年以上前ですかね、教わったのが核融合です。で、私は核融合が恋人でですね、それ以来ずっと核融合に関心を持って、核融合の記事があると見たり集めたりしておりました。それで、世界でですね、核融合の共同で研究をしようっていうことがあってですね、もう相当前ですけれども、各国がですね、自分のところやりたいって手を挙げたんですね。で、日本も手を挙げたんですが、南フランスの方が勝利しまして、現在南フランスの方でですね、世界が一堂に集まって核融合の研究を続けておられます。そして日本はですね、北茨城にですね、独自に研究所を作りまして、核融合の研究を進めております。そして、これはなんかいいのか悪いのか分かんないんですけれども、世界が一堂に集まるとですね、約束を守らない国があって、ある部品をみんなこう割り振ってるんですけれども、ある部品をところで作るところがですね、遅れると全体の計画が遅れてしまうんですね。それで今は日本の単独の方がですね、先に進んでると思います。どん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 南フランスの方は遅れていっておりますが、続けてはいます。そういう中で、核融合の北茨城のですね、セミナーがあるという知らしを私いただいたもんですから、その時2年前に彼にですね、こんなのが来たんだけど行った方がいいかなって、相談したら、増山そんな行った方がいいよ。そしてその後にポツリとですね、でもトリウム原発の方が早いと思うよ、なんか聞き慣れないことを言ったんですね。私もその時までトリウム原発っていうのは知らなかったです。それで秋にですね、その1ヶ月後に彼は亡くなってしまったんですけれども、秋に北茨城の研究所の方に参りまして、それで、東京大学の教授の名前忘れちゃいましたけれども、
その人の講演を私聞いたことが一度あったんですが、現地でですね、小学生から幼稚園から一般の地元の人も集めていろいろセミナーをやってたんですが、そこの若い人っつっても40代ぐらいの男の子に、この核融合のタイムスケジュールはあるんですか、どうなってるんですかと、いつになったら実現するのかっていうのを知りたかったもんですから、タイムスケジュールについて質問しました。そしたら私が講義を聞いた東大のですね、研究室の OB だったよ、私はそこの出身ですという形で、彼がその時に言ってくれたのがですね、なんと2050年に核融合の本格的な実験炉を作るため今ここで頑張ってますと。研究室での研究は全部終わりました。しかし研究室はいきなり本番のものは作れないので、実物大のものを作って本格的な実験炉を作るための今研究をここでやってますというふうに聞いたんです。私その時がですね、もう70になってました。2050年ってですね、30年後足したら100歳になっちゃうと、私はもう恋人に会えないのかなと思って、しょんぼりしながらですね、龍ヶ崎の自宅まで車で運転して帰ってきたんですけども、途中でですね、亡くなった友人がトリウム原発の方が早いと思うよって言ったのをその時思い出したんです。なんか変なこと言ってたな、何なんだいそれはと思って、で彼はもう私が、なんか卒業して20代から私がわからないことあると彼に質問するとですね、もう福岡の方から高校の先生やってますからデータ集めるの得意なんですね。それで、ドサッとですね、封筒で資料を送ってくれて、それで主だったものは核融合なんですが、ひょっとしたらその資料が何回も来てるので、その中にトリウム原発の資料も入ってたかもしれないと思ってですね、こう本棚の中から全部彼が送ってきたのを引っ張り出してですね、調べたらあるわあるわ出てくるわ、もう原発という言葉が最後についてるだけでですね、私だけじゃないと思うんですけれども、今の福島の原発の事故以降ですね、どなたももう原発っていうのをですね、読みたくない、見たくない、また嘘をつかれるんじゃないかというですね、被害妄想狂があって飛ばし読みしてたんですね。ですからせっかく彼が親切に送ってくれていたのを全然見ずにそれまで来てて、でそれから初めて各資料の中から彼のですね、心のこもったトリウム原発の資料をまとめてですね、それが今回まとめたものになってます。ですから私は建築家出身なので、物理はですね、受験勉強はやりましたけれども、科学もですねそんなに得意ではありません。しかし彼がですね、十何年もかけて何回も何回もトリウム原発についてイロハのところから資料を送ってくださっていましたので、それを取りまとめてですね見ました。そして、ここにも書いてありますようにですね、なんと平和なですね日本向きの原発なんだろうということに気がつきました。そして、古川さんという人がですね、アメリカのオークリッジ研究所まで行ってですね、もう1960年代です、オークリッジ研究所でトリウム原発が発明されたっていうのがですね、世界に広まったんです。ものすごい勢いで、そんな素晴らしいものが生まれたのかってですね、各国が飛びつきました。そしたらオークリッジ研究所にですね、アメリカの政府からものすごい圧力がかかりました。何お前らいい気になってるんだと、トリウム原発が素晴らしい安全なものであるということは、現在の原発というものがウランと、その先の92番のウランと94番のプルトニウムを元にしてですね、原発が作られています。そこから出てきたゴミでですね、原子爆弾ができるんです。
ですからアメリカ軍にとってですね、そのトリウム原発とプルトニウム原発をなしにするような平和なトリウム原発なんていうのはですね、国賊のとんでもないやつだ、お前ら調子に乗んじゃないと、予算ゼロにするぞと言って圧力をかけてですね、研究するのはいいと、しかしあまり広めるなというので、現在も大国研究所研究だけやってます。そこに古川さんがですね飛んでいって、もうびっくりして、こんな素晴らしい日本に合うものはない、1960年代ですよ、飛んで帰ってきました。そして日本でこれをぜひやろうと、で活動を始めてですね、その時の経団連の会長が、あの有名な、すぐ名前が出てきたんですけれども、その長を癒やすと思うんですが、そうそう、土工さんです。そうです、ありがとうございます、はい。で、土工さんに相談したら、土工さんも私と一緒でですね、核融合が恋人だったんですね。で、あの古川さんからその話を聞いて乗り気になりましてね、よし一緒にやろうって乗り気になった。そしたらですね、アメリカの腰巾着なんて言うと怒られちゃいますけれども、群馬県出身の総理の、群馬県、そうそう、中曽根さん、中曽根さんがね、アメリカから指示を受けたんだと思うんですね。土工さんとも来まして、そしてやめろとは言わない、何を言ったかっていうとですね、あの民営化、国鉄の民営化と、それからタバコとか、そういう民営化のですね、あれをですねお願いしますって来たんですね。そしたらもう土工さんそれで忙しくなっちゃってですね、トリウム原発どこじゃなくなって、それが中曽根さんの狙いだったと思うんですけどね。それでボンと下火になって現在まで、それで今はですね、古川さんが亡くなられて息子さんがその後を継いで一生懸命やってます。ですからその継続した勉強会はもうすごいですよ、20何回だか120何回だか。そして衆議院の先生もそこに招かれてきてますけれども、そこから発散しないです、あそこの大国実研究所と一緒でですね、勉強するものは多分許されてるんだと思います。それ以上のことはですね、多分予算やなんかいろんな面で圧力がかかっていると思います。ただ息子さんが一生懸命言ってるのは、2030年には実験炉を作りたいということを公に発表しております。ただ私は日米の原子力村のこの強さ、アメリカの大国実研究所の動きを見ててですね、日本が独自にですね動くというのは不可能じゃないかというふうに私は憶測しております。それでインドはですね、その私の友人が送ってくれた資料にですね、世界のトリウム原発をこの中の資料にも入ってますけれども、各国がですね、みんな研究を始めたんです。1960年代70年代、そして15年廃炉8年廃炉7年廃炉という形でみんな廃炉です。私が推測するのに、いつでも再開できるようにデータを集めたんだと思います。データを、でデータが集まったところで閉炉、それ以上やると原子爆弾を作れなくなっちゃうんですね。イギリスもどこも今のウランとプルトニウムの原子炉をなくしちゃって、平和なトリウム原発にしちゃったら、その国だけ原爆を作れなくなるんです。ですから国防上、軍の方からもそれをやめてほしいと、多分アメリカもそれをやってますし、圧力がかかって研究でデータが揃った段階で閉炉です。ところがそれをずっと見てきましたらですね、運営中稼働中っていうのが出てきた。なんだいこれはと思って左側を見ていったら、全部インドです。全部インドで10、大体10基前後が
現在も稼働してます。60年間、1960年代から60年間稼働してます。そしてインドがですね、7、8年前、まあ10年ならないと思うんですけども、日本にラブコールを送ってきました。どんなラブコールかっていうと、もうインド中にですね、原発あるんですよ、あるんですけれども、ロシア製なんです。故障ばっかりなんだそうです。 でもインドうんざりしちゃって、で日本の原発がですね、イギリスからも声がかかる、どこからも声がかかる、安定して54基運営してたもんですから、ぜひ日本のその素晴らしい技術の原子炉をインドに、紹介してもらいたい。ところがですね、私が学生時代に、民族派で、私日本学生同盟にいたんですが、学術運動だとかですね、みんなで当時ですね、核拡散防止条約に署名するっていう国の動きがあって、反核を統一戦線っていうのを民族派の団体で作りまして、私がそこの組織局長をやりました。集会もやり、デモもやりです。その後日本は証明してしまったんですね、核拡散防止条約。その時点で、今でもそうですけど、原爆を持っている国だけが原爆は作れて、後の国にはそういうことをさせないようにするというのがその条約の本筋でしたので、なんでそんな不平等な条約に日本政府は署名するんだということで反対活動をしました。そしてちょっと話が横にすれましたけれども、インドはですね、署名しなかったんです。ですから独自でですね、何でもできる。ですから、そのさっき言いました十何機稼働しててもですね、核拡散防止条約に署名してないもんですから、核に関する研究は自由なんですね。どこからも圧力がかかってこない。それを一度イギリスの植民地になったインドはしこたまおねみに染みてますから、そういうものに署名するに来たので、現在も10機が稼働してます。ですから私はインドに、インドが日本がやっている G 型のですね、アメリカから押し付けられた原発の54基、福島の事故があってですね、もう、新規にも作れないし、補充するためにも作れない、国民の神経はもう全部、身体はゼロ以下で落ちてますので、日本の技術をインドに輸出して、インドからはこんなに日本に向いた原発はないと思いますね。トリウム原発をですね、バーターで輸入する、そういう契約をですね、ぜひ国民の皆さんと力を合わせて、政府は動けないんですよ、アメリカの圧力がかかってますから。ですからこれを機会にですね、うちの大学の OB はトリウム原発、トリウム知らないんですよ。それぐらい言論統制されてます。それをですね、これから日本を全部回りながらですね、こんな素晴らしいものがあるんですよ、40年プラス20年プラス、そして今政府がプラスアルファを一生懸命企画して、今の原発を少しでも長引かせないと高圧電源が非常に危なくなってくる。そうすると今の最先端の技術は高圧電力がなかったらですね、江戸時代だったらいいですよ、江戸時代ならいいですけど、今の最先端の技術はですね、高圧電源がなかったら手も足も出ないです。そうすると40年プラス20年、今この20年に入ってきてます。でそろそろすると20年が過ぎたら、今残ってる10基がですね、全部廃炉です。どうするんですか、日本の国防は、政府は、政治家は何を考えてるんでしょう。ですから私はアメリカの機嫌をですね、損なわないように、 G 型の原発は日本じゃ作れないけどインドが望んでるから、インドにどんどん作ってあげるよと、
そして最盛期日本がですね10億の人口で54基作ってました。インドは10倍の14億です。人口がインドは14億ですよね。日本が1億4千万、10倍の人口がいて、なおかつですねインドはカースト制度を廃止するということを発表してですね、8割ぐらいですか、もう人間扱いされてなかった、ゴミ箱を漁ってた人たちがですね最低限の生活をするようになってきたらですね、これはすごい購買力ですよ。もう2年前にコンビニ2社がですねインドに出ました。こんな素晴らしい視野はないですよ。そうするとですね電力を使うようになりますよね。今まで電力なしでゴミ箱を漁って食べてたんですから、その人たちが最低限の生活をするとなったらですね、当時日本が1億4000万で54基の原発が動いてたんです。単純計算するとその10倍、インドには540基のですねウラン型のですね日本で動いていた原発が必要とするんです。すごい数ですよ。そしてなぜインドはですねこの素晴らしいトリウム原発を広めないかっていうと、発電量がですね4分の1なんですよ。4分の1、発電できるのが1基で、そうすると540基の4倍っていうと2000基作んなきゃいけないんです。だから10基で止まってます今インドでは。ですからインドのトリウム原発を日本にバーターで持ってきて、日本からは日本の優れた、原発をですねインドに相当数出ると思いますよ。日本で54基ですから100、200なんてもんじゃないですよ。東芝もどこもみんな引き換えちゃいますよ。ですからそれをね政治家の先生方を口説いて、こういう方法があるじゃないですかと、アメリカにもちゃんとね説得して、 G 型の原発をね嫌になるほどインドに輸出してあげますよと。で日本はもうね福島の件があって作れないんですと。だから代わりにちょこちょことねインドがバーターで、それでね4分の1の発電量っていうのがね逆に日本ではね素晴らしいんです。島に持っていけんです。島に。それから北海道がブラックアウトしました。札幌に1基、帯広に1基、スマートシティができたんです。ですから後継機としてやっていく今の原発のですね、で後継機として持ってくると地元の人もですね反抗してくれますよ。今の原発が一番危ないんですから。中京から私が聞いた話によると、見たわけじゃないんですけど、2000機ぐらいのミサイルがですねこの54機の日本中に散らばってる原子力発電所に標準を合わせてるという噂を聞いたことあります。そして各国のアメリカなんかの原子力発電所は迎撃ミサイルを全部つけてます。発電所のそばに襲われた時に落とそうというの。日本は何もしてないですよ。そこにミサイルが落ちたらですね、そこには原子爆弾を積んでなくても原子爆弾があるのと同じ破壊力を持ってます。なんという日本の政治家のですね国防に関する無関心さ、そういったことも含めてですね、そして今日配った資料の中にも入ってますけれども、トリウム原発はですね今の、プルトニウムを燃やす力を持ってます。これは科学者が全部証明してます。ですから各後継機でそこにつけていくと、そこに溜まっていたものをですね今度はトリウム原発で燃やすことができるんです、核のゴミを。そういう意味でこんな素晴らしいものはない。これを政治力でもっと抑えてる。これをですね政治家の先生方はもう無理だと思います。アメリカの言うことを聞いてはいはいとやってますから。ですから何としても
国民の皆さんからですね声を上げて、何をやってるんだと、日本にこんなね合ってるものはないじゃないかと。そしてインドという存在がですね、反日の宗教に変わる、日本とのですね同じ14億ですよ、片一方は反日、今度の福島の件でも不買運動を起こしてますよ、宗教は。ですからこれを機会にですね、インドとの交流を含めて、そして原子力のそういう交流が始まりますと、こんなこと言っていいかどうかわからないですが、多分今日の皆さんは許していただけると思うんですけど、原子爆弾持ってますインドは。それをですね陸地には無理です、日本国民の感情から言って。潜水艦にですね私は備え付けるべきだと思ってます、潜水艦に。そうすればロシアや中国に対する圧力、ブレーキに私はなると思います。潜水艦どこにいるか分かんないですからね、やってみろよこの野郎と、仕返しするぞという形でですね、どさくさに紛れて原爆も輸入しちゃおうと、インドからですね日本で開発しなくてもできる。でそういう日印の中の資料にも出てますが、原子力の協定ももう結ばれております。ですから あとは日本が、その気になればですね、いろんなことができるようになってくるという形です。それでちょっと前置きが長くなりましたが、説明しました、簡単に自己紹介を。両親は鹿児島で薩摩藩です。で、父は旧制七高から東京帝都大学出まして、東京の方に出てきまして、私は、群馬県の高崎で生まれて、小学校3年まで高崎に、自然の中で育ちまして、で父は仕事の関係で、川口の方に工場が移ったもんですから、その機会に湯沢に移ってきまして、それで、35歳まで、新婚早々までは浦和におりました。それで、東京理科大学の理工学部を卒業しまして、現在、いろいろ日本をきれいにしようと思ってリサイクルだとか、産廃の仕事とかいろんなことをやってきました。で現在は東京にいると襲われるもんですから、各地を転々として今茨城県に本拠地を構えております。もう救急車で5回運ばれまして、うち2回襲われてます。政治活動をやるということはまず目方が危ないですね。妬みとそういうものがあってですね、なんだあいつがお料理で名前が有名なんだ、ふざけんじゃない、なんか機会があったら潰してやろうという形でですね、敵よりも味方が危ない。で東京でやってると襲われやすいので、今は、龍ヶ崎でも襲われましたけどね。地元の私が祖母を借りている、柳さんと2ヶ月に一遍定期的に居酒屋行って飲んでたんですが、戻ってきてはしごしてですね、近くのお寿司屋さんで、で住民さんも年だから俺帰るよって、そしたらお寿司屋さんのおじいちゃんとおばあちゃんが近くにね、若い人がやってるカラオケの居酒屋さんがあるから、もしよかったら寄ってったらどうですか。で住民さんに、じゃあ俺もう一軒そこ寄ってから帰るよ。でそこに行ってですね、11時過ぎたら皆さん生産始めたんで、私も生産をして、そこから200メーターぐらい歩ったところに、県道沿いに私の倉庫があるもんですから、
そこに向かって歩き出して100メーターぐらいですかね。そこで後ろから襲われました。おそらく鉄パイプじゃないですかね、わかんないですけど、顔見られるけどかな、正面から来ないですね。後ろから来て、この身の大腿骨の方がね、砕けてですね、翌朝の4時まで目が覚めずに、翌朝なんか明るいなと思って、ただ起きようと思ったら起き上がれずにですね、下半身が裸でずる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 奥の方まで、私が痛いからって剣道の方にこもわってって死亡事故になると大変な騒ぎになって自分たちが捕まる可能性があるので、奥の方に引きずって、そして昔は刺客は、耳を添えて帰ったんですね、やってきたやつ証拠を見せるために。今耳を添うとですね、警察がかかってきて自分たちが捕まるまで追われるので、パンツを持ってかれました。下半身裸です朝の4時まで。それで私がそこの居酒屋に行ったのはですね、地主さんとそのお寿司屋さんの老夫婦の2人しか知らない。そこになんで刺客が来るんですかね。だから指名手配になってたんですね。いろんなとこから情報を集めて、私が定期的に地主さんと飲みに2ヶ月に1分行くっていう情報を掴んで、どこで飲んでんだ、帰りに襲ってやれっていう。私は後を追いかけないです。バカと喧嘩をしないというのが私の主義で、そういうのと喧嘩するとですね、地獄の底まで一緒に連れてかれちゃうんですね。向こうはやっつけたところでいい気持ちになってますので、もう一回やったらぶち殺します、間違いなく。多分手を出してこないでしょうね。私をそれ以上やると殺されるっていうのは分かってますから、後ろから襲いましたからね。それで今日の靴もそうですけど、今日の靴そうなんですけど、かかとにですね、2センチ女性の靴のように足してます。砕けちゃったんでですね、足が35ミリ短くなっちゃったんです、右側が。で35ミリ短いとですね、歩くのがぴょこたんぴょこたんで危ないんですね。それで靴屋さんに頼んで、かかとに 2センチのですね、あれを加えてもらって、なんとか歩っております。ですから政治活動をやるということは、もう学生時代からそうですけど、ちょうど70年安保の時だったんですから、審査役同士がですね、打ち目は殺人で殺し合いやってるんですね。それをぶん殴ってぶち倒して歩いてたのが民族派ですから、やられないはずがないんですよね。ですから下宿も年中変えてました。それ以来50年間襲われるというのは覚悟の上で政治活動を命かけでやってきております。でどういうわけか75歳の生き延びちゃいましてですね、あと10年頑張って85歳になったら老人ホームかなんかに入って引退しようと思っておりますが、あと10年はですね、この問題を何としてもやって、憲法改正とですね、日本にトリウム原発を持ってくることに全力を尽くしたいと思っております。言おうとしかない。あれ？じゃあ次に。あ、下下ろしちゃう。あ、そっちの矢印がある。はい、すいません、ありがとうございます。これ今お話しした内容ですね。どういうか、日本の政治家もあれも、無視しているということで、はい、いいです、次に行く、はい。
ここで OK です。次に行きます。これも OK ですね。で、これは福島の原発事故っていうのが現在どういう影響を私たちに与えているかということをここにも書いてあります。お手元の方にも全部ですね、この内容を全部プリントしてですね、お手元に配ってあります。というのは一番最初に話題になりましたけれども、うちの大学生がトリウムのことを知らないわけですから、ここでトリウムの話を一回ちょこっとですね、科学の授業や物理の授業に聞いてもですね、なかなか残らないと思いますので、この内容全部コピー取って中にお手元の資料に入れてありますので、入ったら皆さんにですね、それを見ながら講義をしていただければ仲間が増えていくんじゃないかなと思っております。で、これが先ほど言いましたウランとプルトニウム、この2つが原発の材料です。で、大国地研究所がこのトリウム原発というのを発明したのを、私のこれは憶測なんですが、当時ですね、昭和20年のいわゆる落とされる前直前、アメリカ中から科学者が大国地研究所に集められて、7万人とかそんなことを聞いたことありますけれども、原子爆弾をですね研究しておりました。そして8月になってですね、広島と長崎に原子爆弾が落とされました。それで多くのですねキリスト教徒の方が、その科学者や学者さんの中にいたと思うんですね。まさか自分たちが部分部分に与えられたところを研究してますから、そんな人殺しの道具に全部利用されるなんていうのは思っていなかった人たちもたくさんいたんじゃないかと思います。それがその現実を見せつけられてですね、ショックを受けて、こんなことに俺の研究が使われたのかと、何かですね安全なものはないだろうかと。それから約10年以上かけて1960年代にこのトリウム原発というものをこの大国地研究所で発明されました。私は偉いなと思いますね。ただそれはアメリカの政府の意向にそぐわなかったので、お叱りを受けて、研究だけという形になっております。まあ、ここに書いてありますように、プルトニウムの発生がほとんどないんですね、トリウム原発からは。ですから核兵器を作る可能性が1000分の1とよく言われています。1000分の1っていうのはコストが1000倍かかるってことですから、そんなことで、原爆を作るよりもウランから作った方が1000分の1費用が安いわけですから、トリウム原発からは作らない、メリットがないということですね。で、安全よりも国防を優先しているというのはアメリカを先頭とした白人の世界の流れです。やはり世界史を学んできますと、何千年もの間大陸ではですね、強いものが弱いものを侵略する、犯す、そういう歴史をずっと繰り広げておりますから、日本は本当に島国で特にな、そういうことに触れる機会が本当にない幸せな民族だったと思うんですね。ですから大陸の民族の DNA の中には、弱いものを見たらぶち殺して自分のものにするんだという DNA の人しか生き残っていません。彼らに期待するのは無理ですね。ですから私はこのトリウム原発を一刻も早くインドから日本に輸入してですね、江戸時代に戻った方がいいんじゃないか、自活をする、宗教なんか頼れないですよ、おっかなくて、ロシアも。ですから
エネルギーで自活できればですね、人口も今減ってきてますから、今の住宅で空き地になったところをまた田んぼや畑に戻してですね、日本は江戸時代に戻って仲良く平和な、そして日本に好意を持って近寄ってくる国とだけお付き合いをする、そういう国になっていってほしいなと思います。今さっきお話しました奥立地研究所でトリウム原発が、こういう形でですね生まれてきました。で古川教授がそれを見に行ってですね日本に紹介してくださいました。本当にありがとうございます。今息子さんが頑張っておりますが、この流れは日本の原子力村から行ってですねちょっと難しいんじゃないのかなと思って、私はインドからの輸入というものを代わりに提案をしていきたいと思っております。で今日 お持ちしました資料の中にもいろんな先生方が書いてますが、廃棄物が少ないで核兵器の転用は1000分の1しか出てきませんので、こんなのから作るよりもですね裏から作った方がよっぽど早いですから、トリウム原発を核兵器のですね、あれに利用しようとする人はまず出てきません。そして、安全性の高い原子炉、そして先ほど一番最初にお話ししましたが4分の1の小型なので、日本中にですね島国それから都市ブラックアウトしないようにですね各地に作って、各地の大きい都市をみんなスマートシティに変えていくことができると思います。これが中学や高校で教わった時の元素の表ですけれども、90番92番94番と下の方に仲良く並んでおります。この緑の90番が私たちの味方、最高の友達ですね。これからは、トリウムとお付き合いをしていきたいと思います。これが一番最初お話ししました、海外でのトリウム原発が発明された一番上に出てますけれども、1967年からこの辺で発明されたわけですね。ですから60年代66年に始めたというところがこれを見ると多いと思いますけれども、それでデータが集まったところで全て平和です。一番右下のブドのところに一度も再開できるデータを収録し、全てが休止中です。これがインドのですね、現在動いている一番上のハーバー原子力発電所での中に一基このトリウム原発が混じってます。そして現在稼働中です。それで、インド原子力の発電公社のところでも6基動いてます。インディラ・ガンジー原子力研究センターでも3基動いております。合わせて10基動いてます。これが3カ所、北の上の方、左側の西の方、それから東側の方と、これは安全上のことも考えてこういうふうにばらしているんじゃないかと思いますけれどもね。それで、インパール作戦のインパール市にですね、数年前に、資料館を笹川さんがね作ってくださいました。機会があれば私も訪問したいと思っております。あそこまで、目指せ、インパール作戦ですか。で私たちの先輩がですね来て、敗戦によってあそこで止まってしまって非常に悲惨な引き上げ方になってしまったんですけれども、そういった資料がこちらの方に
掲げられております。こういった日本がインドの独立に関してですね、本当に命をかけて、協力したことが日本のですねに対するインドの親日的な根源になっていると思います。そして真ん中の上の方に丸字で囲んであるのがガロワネ大学という、私が日本にシャムサナンさんという元総長をですねご招待しようと思って数年前に、ご了解をいただいて、これは加瀬秀明先生が間に、加瀬秀明先生はインドと非常に親しいもんですから、あの連絡を取ってご了解を取ってくださいました。しかしその後のですねいろんな、病気の件でですね伸び伸びになっておりまして、その間昨年加瀬先生が亡くなられてしまって本当に寂しい思いをしておりますが、来年にはぜひですねご了解をいただいていますシャムサナンさんを母校の方から家内を連れて来ても行ってもいいかっていう問い合わせがありましたので、ぜひご一緒に来てくださいというご返事を差し上げております。大体男ばかり話をするとギスギスしてですね楽しくないんですね。女の人が一人入ってるだけでですね、場が和むので、ぜひ一緒に来てくださいと。それでその場所はあそこです、ポフルの方ですね。で、私どもの大学もですね世界の理科大なんて調子いいこと言ってるんですが、ぜひこれを機会にガルワル大学とも交流を深めてですね、日本とインドの学術交流も始めさせていただきたいというふうに私は希望をしています。でこれはやっぱり友人が送ってくれた資料の中にあったんですけれども、シャムサナンさんというのはかなり上の方にインドの政権の中でもかなり上の方で位置してですね原子炉にも関わる、仕事もやっておられたというふうに伺っておりますので、今回の私の提案に関する話を最初にシャムサナンさんにご相談をして、そして次回からは現地の3つのですねトリウム原発の所長さんを順番に日本にご招待をして、現地での問題点とか日本に輸入するためのですね問題点とかいろんな原価のこととかいろんなことを教えていただいて、それを元にしてですね輸入することを具体的にしていきたいというふうに考えております。そのきっかけとしてシャムサナンさんとの来年ですね日本にご招待して、議員会館で加瀬先生がですねあそこは議員の先生の紹介があると無料で借りれるからあそこでやろうという形で、山田先生と加瀬先生非常に親しかったので、多分お願いをすれば山田先生が動いてくださるんじゃないかなと思っております。これは日本があのインドとのですね先ほど申し上げました核拡散防止条約にインドが入ってないもんですから、こういう面倒くさい、回ってそれに触れないように触れ合わないようにする原子力協定を作るのに数年間かかりました。でやっと結びました。これでインドに対して日本から原子力発電所アメリカの GE 型の原発を輸出することもできますし、逆にインドからトリウム原発を輸入することもできるようになりました。大変一歩二歩前進しております。これは準軍事同盟じゃないかなと私は思うんですけれども、日本の自衛隊とインドの軍隊の間で2020年にニューデリーで日印 ACSA 調名という形で物品役務相互提供協定というのが結ばれました。これは日本がですねインド洋を回って日本の商船を守る、あの辺からこっちに来る途中で
配属が多いんですよね。それを守るために海上自衛隊がですね、向こうの方まで延長しております。しかしあんな遠い方でですね、日本に帰ってきてまた物流をですね仕入れて戻るなんていうことは不可能なんですね。それでインドの軍隊と協定をここで結びまして、いろんな物資を分けていただけるということができるようになりました。これは私は軍事同盟だと思ってます。ですからこれを日本はですね、自衛隊が国軍になればすぐ軍事同盟に変わることができると思います。ですから先ほど私が提案しました、原発をですね、日本の潜水艦に装備するということも決して不可能ではないと思ってます。次いきますか。ここに私の本当に残り10年をかけてですね、インドとの関係を強化するとともに、何としても自衛隊を国軍に、憲法を改正してですね、 GHQ の憲法を一瞬廃止、あれは国際法に違反してますので、一瞬に廃止することは私は決して不可能ではないと思います。廃止した瞬間に明治憲法に戻して、明治憲法に定めてある憲法改正の条項に沿って平成憲法をですね認定するべきだと思っております。改正だなんていう手のかかることはやってられないです。改正できないようにできないように、 GHQ がですねめちゃめちゃ難しくして憲法をですね押し付けていきました。あれは手がつけられないです。そういうふうにしていきました。細かいところにいっぱいハードルが用意してあります。ですからこれは世界中の人が認めますけれども、戦勝国が押し付けた憲法ですから、国際法上違法なんです。ですからそれを訴えて、一瞬で違法に廃止して、そしてあった明治憲法に日本には戻して、それまでに平成憲法のひな形をちゃんとこれから考えていきますけれども、衆議院では難しいですけど、参議院のに特別委員会を作ってですね、そこで学者も集めて新しい憲法のひな形を作っといて、廃止するとともにですね、同時にその憲法を表に出して平成憲法として、国防に関してもですねしっかりした形の、これからの日本人が生きていく上に必要な条文に変えてですね、憲法改正をやっていきたい、残りの10年をこれにかけていきたいと思っております。シャム・サダムさんについては先ほどお話ししましたけれども、加瀬先生が間に立ってですね提案してくださいまして、素晴らしい人をご了解をいただいて、奥様と同伴でですね来年日本にご招待してですね、これからの日印関係というものを民間でですね、やっぱり政治の世界、経済の世界はアメリカの影響でですね動けないですね。ですから民間でですね、我々がどんどん、出しゃばるなと叱られるかもしれない、そして殺されちゃうかもしれないけれども、動き出せばですね、私だけでなくて多くの同志が動いてくださいますので、実現は決して不可能ではないと思っております。そしてここにいる皆さんのお力もぜひお借りしてですねやっていきたいと思っております。これはまさにですね、福島の原発事故のおかげでですね、安全基準がものすごく厳しくなったためにコストが合わなくなっちゃったんですね。ですから私はバーターにすることによってですね、コストが上がった分を輸入する、向こうから買い物もするので、それと相殺することによってですね、インドの予算に合わせていくことができるんじゃないかなということを考えております。とりあえず、はい、私の方はで締
司会を方にお戻します。はい。